生物多様性を守るためにもとても貴重な場所だと言われている芝山湿地。ところで、どうして生物多様性が注目されているのでしょう。生物多様性とは、地球上にはいろいろな生き物がいて、その命はつながり合っているということ。例えば、食物連鎖も命がつながっていることを示す現象の一つです。ところが、開発などの人間活動の影響で、生き物たちの暮らす場所がどんどん少なくなり、生き物の種類や数が少なくなっていきました。現在、毎日100種類ものスピードで生き物の絶滅が進んでいると言われています。最近問題になっているのが外来種です。ペットなどとして持ち込まれた外来種が自然界に放され繁殖することで、もともとその地域に暮らしていた生き物が暮らす場所を追われるということが起きています。自然界の変化は人間の暮らしにも大きく影響します。例えば森林。森林には水を吸収して時間をかけて土壌に染み込ませる機能があります。伐採などで森がなくなると土は水をゆっくり吸収する力を失います。すると土砂崩れなどの自然災害が起こりやすくなります。例えばミツバチ。受粉を行うミツバチがいなくなると野菜や果物がなかなか実を結ばなくなってしまいます。森林がなくなりミツバチがいなくなることは私たちの暮らしにも影響を及ぼします。自然の恵み、生態系サービスによって私たちの暮らしは支えられています。生き物が暮らす環境を守ることは私たち人間の暮らしを守ることでもあるのです。